棒読み。それは、セリフや文章を抑揚をつけずに読み下すことである。アニメ界では声優が棒読みだと騒がれるアニメもそう多くはないが、その中に7分の22が含まれているのはご存知だろうか。アニメ7分の22は2020年冬アニメとして放映されました。アニメ化決定した時はかなりの期待がされていたアニメですが、蓋を開けてみるとアニメ1は放映直後から声優が棒読みすぎると騒がれた。私当時ようつべでやってたカウントダウンライブ的なやつを見て、その後アニメ見てめっちゃええやんと思ってレビューとか調べたら、検索結果に7分の22棒読みというのがあったのです。内容としては滝川美宇と斉藤ニコルの声が棒読みという意見が多かったのです。斉藤ニコルに関しては声優が花川さんから川瀬さんに変わったばかりだからというのもありましたが、滝川美役の西条なごみに関しては2年間何をやっていたのかという意見があります。俺アニメ全部見たけど、あれはひどすぎると思うぜ。私は聞いていて少しも棒読みだとは感じなかったんですけど、しかもあれが高中の推しっていうのがちょっと気まずかったな。はいはい。でも考えれば七虹は2年間声優ではなくアイドルとしての力を磨いていたのではないのでしょうか。その状態でアニメ化してしまったのは早とちりしたと思っているんですけど、こんな結果になるんだったらアニメ化をもうちょっと後にして完璧な状態にしてからやった方が良かったんじゃないかと思いましたね。まあでもこれは過去の話です。運営もバカじゃない。そう、アニメ終了後例のウイルスが流行り始めた時、あるプロジェクトが開始しました。それが声優ロード使い。このプロジェクトで彼女たちは声優としての力を磨いているのではないのでしょうか。つまりもしアニメ2期があるとしたら、このような過ちを回避することができるはずです。アニメの2期が制作されるのは円盤売り上げの兼ね合いもあっていつになるのかわかりませんが、私は期待しています。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとう。チャンネル登録はこっち。他の動画も見てくれよ。じゃあまた次回の動画で。バイバイ。